宇野昌磨選手です。どうぞ。おととい、中京テレビで行われた医療機器メーカーのイベントに登場したフィギュアスケートの宇野昌磨選手。先週木曜日、競技生活からの引退を発表して以降、初めてファンの前に姿を見せました。打ち上げというか、もう宴会の気持ちで打ち上げ、宴会の気持ちで、はい、お願いします。一体何を話すのか、女アナウンサーも会場入り。イベントにはフィギュアスケートの仲間4人も登場。トークコーナーでは、引退をしても忘れんとってです。かわいい。ちっちゃい頃からずっと憧れだったので、少しでも心のどっかにいてくれたらなと思います。忘れるわけないです。頑張って。さらに弟五木さんが登場。プライベートの宇野選手を暴露。小さい時からその人の部屋でゲームして壊したコンセントを自分のと入れ替えないでください。そうやな、あの壊れたのを僕の部屋に置いてって僕の新しいのを持ってかないでください。そうね、それには何の弁解もないわ。でもね、弟さんずっと覚えてたの。そしてこれからの人生への意気込みを色紙にしたためて披露しました。選んだ一文字は探す。今後のことも含め、自分がやりたいことなども全部含め探していきたいという気持ちも込めてこういう言葉にさせていただきました。たくさん喋りたいのは山々なんですけれども、残念ながら5月14日の会見で喋るので、引退については明日の会見で話したいと詳しくは語りませんでしたが、そしてイベント終了後、中京テレビの独占インタビューに答えてくれました。宇野選手の8歳の時の秘蔵映像。調子が良くないのか転んでばかり。ようやく飛べたかと思ったら、納得がいかなかったのか、リンクに響き渡るほどの大声で泣き出しました。それでも練習をやめません。5歳から21年間ずっとスケートをしてきて、その自分がそれほどこう熱中できたのは、なぜだと思いますか？僕はその皆さんほどそのフィギュアスケートっていうものを心から愛してやってきたわけではなくて、小さい時は特にゲームがやりたくてスケートをしてたので。どういうことですか？新しい回答が。スケートを頑張るとその良しとされるじゃないですか。あ、そうか、その頑張ってる姿を見て努力してるっていう、頑張ってる、そうすると、なるほどね、あのそれ以外の時間に、はい、ゲームしてもあんまり怒られないので、そういうモチベーションで僕はやってました。結果出したらそうなんですよ。スケートを始めた頃から指導してきた山田真知子コーチは当時、真面目なんだよね、多分嫌な時もあるんでしょうけど、真面目だからやんなきゃと思ってやってんじゃないと話していましたが、泣きながらジャンプの練習をしていた時もゲームやりたいなんて思っていたのでしょうか？自分で言うのもなんですけど、素直な子ではあったと思うので、怒ったら泣きながら頑張るみたいな感じで、だから言えばやるっていうタイプだったので、たくさん言ってもらって、たくさん練習してっていう感じではありました。そんな宇野選手がスケートにのめり込むようになったのは、後輩たちの影響が大きいと言います。もちろんゆずくんとかネイサン・チェンさんとかすごい僕よりレベルの高い選手が当初いたんですけど、今鍵山優真くんっていう子が僕よりいい成績出したんですけど、憧れの選手は宇野昌磨さんっていうのをいただいて、なんかすごく恥ずかしいなって思ってしまって、もっと胸張って憧れられる存在でありたいなって。宇野選手にとって大切な後輩の存在。
イベント中に送られた引退しても忘れんとってという言葉をどう感じたのでしょうか。本当に小さい時フリオ君みたいな感じだったんです。ああいうフリップをいただいて小さい子たちに憧れられる存在になれたっていうことはとても嬉しく思います。最後に今後について聞いてみました。自分がどんな道を歩むか全くわからないですけれども、ただまあ僕は今日までの道のりどんな選択失敗も成功も全く後悔はしてないので、先のこと考えなくてもその時に自分が一番いいもの全力で取り組んだ結果であれば自分は納得できるので、これからも探しながら全力を尽くしたいなと思ってます。氷の上で輝き続けている宇野昌磨選手なんですけど、本当にトークショーの時にも後輩たちに気を配って、うん、もうトークでも引っ張っていて頼もしい存在だなと思いました、うん、そうですね。しかもやっぱり後輩から憧れられる、はい、そんな存在になって、しかもそうなったらもっとよりかっこよくなりたい、かっこよく居続けたいっていうのが原動力って、はい、なかなか味のあるお言葉です ね、かっこいいですよね、うん、でしかも子供の時にはゲームをやりたいがためにフィギュアスケートも頑張ったという、これちょっと意外だったんですけど。そうですね、いやただ僕ね宇野さんの言葉ですごい好きな言葉があって、うんうん、努力は必ず報われるとは思ってないっていうんですよ。ただ嘘はつかないと思ってますっていうのをコメントで一回僕読んだことあって、うんうんうん、あそれってまさにそうで、僕らかって頑張って努力しても報われないことってやっぱ大人の世界たくさんあるじゃないですか、うんうん、でも努力をしないと成果が得られないし、努力をしていることによって嘘をつかない、それが後を引いては自分のものになっていくんやろうなってすごい思うんですよね。また親御さんが子どものやる気を引き出すとか、このこと頑張ってほしいなっていう時にはこういろんな方法があるので、宇野さんの場合はこう楽しいことをやる代わりにこっちもね頑張るというね併用でしたけど、それしっかり親が見続けるっていうことも大事ですね。